知りたか。しゃ、魂見せろ。この日は待ちに待った全体練習の再開。およそ3ヶ月間の休校が明け、まだ入部できていない1年生を除く部員が久しぶりに集まりました。休校期間中は部活動ができず、オンラインでトレーニング内容を共有しました。ちょっと楽しみですね。みんながどんぐらい変わってるか。この競技とかめっちゃ大きくなってるんで。結構来たよ。来ました。なんか恥ずかしい。壁当てとかしてパス練してました。一人あんま好きじゃないんでちょっと寂しかったです。いよいよ再開するけど、どう、今の心境は？嬉しい気持ちとなんか不安な気持ちがあります。みんなとラグビーするのが楽しい。不安な気持ちは？やっぱこれまでできなかったところがあるんで。高校ラガーマンの聖地花園。筑紫高校ラグビー部はこれまでに5度出場し、毎年東福岡高校と出場権を争っています。しかし今年の開催は不透明で、6月の九州大会や7人制の全国大会は中止。無理やりでも、いや花園は絶対、俺絶対あとはこうやって活躍するけんっていう風なポジティブな発想を日頃から習慣づけとけば。待ちに待った練習の再開。水分補給は各自用意したドリンクで、ボールも消毒し対策を行いました。しゃ、魂見せろ。気合が入る選手たち、久しぶりにみんなと練習できる喜びをかみしめます。自粛期間中はしっかり鍛えてきたはずでしたが、スパイダそのやっぱきつい時にみんなで顔見合ったりすると、やっぱあいつもきついだろうけど頑張っとけん俺も頑張ろうみたいになるんで、花園があるっていうことを信じて今日からまたやるしかないんで、その花園があるっていうところは確実に全員でこれからも信じてやっていこうかなと思います。彼らが胸に秘めるのはチームメートの思いだけではありません。緊急事態宣言が出る前にジョバスのすごい仲良いマネージャーの友達がいて、その子から、テーピングを教えてほしいって連絡が来て、で時間が経ってインターハイ予選とかがなくなることが決まったときに、その子がすごい悔しいといっぱい泣いてて、悔しくて引退してしまった人たちがみんなの友達にもいっぱいいると思うし、絶対それは忘れちゃいけないと思うから。最後の大会がなくなってしまった他の生徒たちのためにも、花園への道を、そしてお互いを信じて前に進みます。あると信じてるので、そこぶれちゃうとやっぱ団結力もなくなっちゃうと思う。東福岡さんに勝てるようにまずはそこだけを信じてやりたいと思います。